はい、では How to Survive ゾンビアイランドストームワーニングエディション続きをやっていきたいと思います。はい、計画はこうだ。先週別の島で古い水上飛行機を見つけた。壊れてたが直せば脱出に使える。ボートは島の移動はできるが脱出となると飛行機を使うしかなさそうなんだ。飛行機の燃料探しがアンディの役目だったが、今度はあんたに任せる。問題はこれから日が沈むってことだ。よく覚えておけ。本当に恐ろしい化け物は夜にやってくる。しかも他の化け物を連れてな。いやらしくてかなり攻撃的な奴らだ。奴らは光が嫌いで暗闇でしか襲ってこない。だからその弱点を利用してやるんだ。村に行くのに俺のフラッシュライトを貸してやる。だがその代わり焚き火を焚いてってくれないか。ということで必要なスキルを習得し、ランモンの旅に焚き火を灯すと。はい、焚き火はもう灯してましたので。バッチリありがとう。これならあいつらも寄ってこないだろう。約束通りフラッシュライトだ。追いかけてくる連中をそれで照らせ。しばらくは追い返せるはずだ。いいな。それじゃあ本体に戻れ。燃料だ。はい、フラッシュライトをお借りしました。フラッシュライト L1 で点灯を消したりっていうことができます。よし。でフラッシュライトにもですね、この青色のゲージがあるように燃料ゲージがありますので、これが尽きるとフラッシュライトはつかなくなります。そうすると先ほど言った暗闇でしか襲ってこない敵に狙われることになりますので、フラッシュライトの光はなるべく切らさないようにしていかないと大変なことになります。よいしょよいしょよいしょ。死ね死ね、燃えろ燃えろ。よし、 OK。 で死体のゾンビを倒すことによってですね、死体から、アイテムが入手することができますので、忘れずに、これはゾンビか、忘れずに入手しておきましょう。Kovacs Rules Chapter 4 Survival by Night Beware! Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive.But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Hi.っていうのが、今の説明のあったモンスターになります。この辺はですね、本当は夜の奴らは基本的になかなかね、他のゾンビよりも硬かったりするくせに、対してですね、経験値をくれないので、正直倒すだけ無駄なような敵になので、なるべくね、戦わずに済むのであれば、戦わない方がいいのではないかと思われます。よし。ドンと。で、先ほどの茂みはですね、もらったマチエテで切り開くこともできるんですが、まあ、マチエテで切り開くよりですね、この炎で燃やした方が早いっちゃ早いので、なるべくね、この燃やしていくと楽かもしれません。あ、燃えてる火に近づくと当然自分も食らっちゃいますので気をつけましょう。あ、ミスった。よいしょ。OK かな。もうまだ生きてた。おっしょっしょ、オッケー。布切れ。こんな感じでゾンビの死体からアイテムを入手することができます。なんかあるかな。ゾンビはやっぱり囲まれると辛いので、なるべくですね、囲まれない。硬い位置にならないように気をつけて立ち回るする、利用することが重要になってきますので。はい、オッケー。こんなもんかな。よし、上ですね。上に向かっていきましょう。で、ちなみにここも燃やすことができますので、燃やしておきましょう。あそこにもいるな。で、この先を、よいしょ、行くと、特に何もないか。はい、では、このまま進んでいきましょう。
ドーンと。はい、ここにも、よいしょ、草があるので燃やしておきましょう。あ、夜になってきましたね。ちなみに現在時刻は、ここ、装備画面を見ることによってわかります。ただいま10時12分です。夜ですね。夜の10時でございます。よいしょ。鹿。この野生の鹿もですね、基本的には倒して生肉とかにすることができます。よいしょ。ただ現在、近づくのはね、なかなかちょっと鹿は厳しいので、よいしょ。よし。遠距離武器ですね。遠距離武器を持ってくることによって、あの辺は倒すことができます。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。今自分がですね、慌てている理由は、ここ松明焚き火なかったかな。ここ。これで火を灯すことができます。これを持つ、やることによってですね、よいしょ。フラッシュライトとか、石ですね。フリント石を使わずに、よいしょ。うぅ、来い来い。使わずにですね、焚き火に火をつけることができますので、これは一つ便利な方法かもしれませんので、覚えておいた方がいいと思います。よし、こんなもんかな。これでこの辺の敵は、ある程度一掃したと思われますので、まあ、と言っても、いろんなところに敵はいるので気をつけましょう。これですね、先ほど示した遠距離武器。木の棒をマチェテで削ることによって、標準的な矢というものになります。ここにもなんかあるな。ロング棒。ですね、これは、特徴のないロング棒ということで、なんか、木の生えた枝と、先ほど取ったリールですね、を組み合わせることで弓矢にすることができます。これですね、柔らかい枝。これと、どこだっけ、リールを組み合わせることによって、ロングボウになり、さらにこれを削ることによって、ちょ、どこ行った、どこだっけ、弓矢になります。で、組み合わせてと、危ね。これですね、先ほど説明したこいつ。こいつ確か、倒したところでね、ほんと大した経験値にならないんで、ならないくせにですね、無限とは言わないんですけど、かなり湧いてきて、なかなか鬱陶しいな、というのが、本音ですね。よし、これで、あれ、何を見つけてこいって言われたっけ、ここか。まあ、こんなもんかな。よいしょ、上、ミスったわ。逆や。ダッシュ。ちなみにね、これ、ダッシュというよりはですね。よし、OK。2位の方向にダッシュができるというよりは、なんだっけ、これ。L2 ボタンを押すことによって、向いてる方向に、突進って言うんですかね。突進をするってだけなんで、自分の下手したら、向いてる方向と逆の、行きたい方向と逆の方向に下手したら、ダッシュする可能性がありますので、ほんと、気をつけないとですね、先ほどの自分のようにですね、思ってた方向と違う方向にダッシュして、えらい身を見るということになります。Rules. Chapter 5. Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create, and the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier.So always collect them after a fight, no matter where they are stuck. はい、ということで、弓矢の矢はですね、基本的に壊れない限り使い回しをすることができますので、
中に敵がいるけど届かないですね。ちょっと待ってくださいね。どうしよっかな。火炎瓶を作れたかな。ちなみにこれガソリンタンクです。ここ、フラッシュライト充電する、まあバッテリーっていうんですかね、になります。ガソリンはここで汲むことができて、この空の瓶があることによって、ここに水やら、水とかガソリンを汲むことができ、このガソリンと、の切りを合わせることによって火炎瓶になります。これをですね、火炎瓶を、よいしょ。ちょっと待って。よし。これはですね、ここセーフハウスといってですね、この中で寝たり、セーブをすることができるんですが、ただ、これを開くことによってですね、敵がわーっと音に集まって寄ってくるので、この、周りの敵を一掃しないことには、この中が安全な状況にならずですね。この今赤いランプが光っているのは緑色になることによって、周辺の敵は一掃されたということで、この中の安全が確認されたという状況になります。そしてですね、前回自分がやっていた時に発見した方法としては、ここから、火炎瓶を投げることによってですね、外の敵、自分が食らってるかな。外の敵に、もう一掃して燃やすことができます。基本的にはですね、ここ、閉まっていますと、こんな感じで、一掃することができて、非常に効果的かつ楽だと思われますので、まあ、危ないなと思ったら、中の敵はですね、自分の力で一掃はしてもらわないといけませんが、こんな方法で倒すこともできます。はい。ということで、取ったので、おじいさんの方へ戻りましょうかね。で、フラッシュライト節約のために、この木の棒を持って帰っておきましょう。ついでに下行って、下の焚き火にも、松明つけとこうかな。多分敵がいるん、おぉ、びっくりした。急に走ってこられると、びっくりしますね。よいしょ。よいしょ、燃えろ。めっちゃ襲ってきた。よし。よし。よし。オッケー。こんな感じですね。はい、じゃあ、かと。アイテム、錆びたマチエテ持ってても、そんなに何個もね、錆びたマチエテは1本しか持てませんので、何本も拾っても仕方がないです。はい。正確さのポーション。先ほどから拾ってるですね、草の実。こういうのですね。青い実と、赤い実。そして白い実と、あともう一種類茶色いものがありまして、それを白と赤、白と青、白と茶と組み合わせることによってですね、先ほどのようなポーションを作ることができますので、まあ、ポーションがあるとですね、まあ、こっちから帰りましょうかね。ポーションがあると、まあ、先ほどのように正確さのポーションという名前のものは、狙うときにですね、敵を狙うときに、エイムするのに時間がかかったりするんですが、それをまあ簡単にというか、なるべく素早く、危な、素早く、狙えるようにしてくれるアイテムであったり、防御力が上がるアイテムであったり、と、まあ、いろいろですね。サバイバーにとってはいいような武器が、武器じゃないな、いいような補助アイテムですね。補助アイテムを作ることができます。ただ結構ですね、あっちゃこっちにあのアイテムは落ちてますので、結構拾ってるとですね、すぐにインベントリーが埋まってしまいますので、その辺は十分に注意した上で拾っていきましょう。はい、こっちですね。で、結構ですね、アイテムは見つけづらいので、ほんと慎重に探していかないと、結構重要な、まあ、重要なアイテムがね、あんまり落ちてることはないですが。よいしょ。で、こんなもんかな。薬草等をね、よく見逃すんで。よし、OK。ちなみにですね、マチエテが、これか。こんな感じです。一撃です。まあ、一撃っつってもね、ここの島では一撃ですね。
先ほどの木の棒と違って、噛めることによって首を一時的に吹っ飛ばすことができるので、この辺はね、やっぱり、有効に使っていくのと、弓矢の棒を作るために削るのに必要になってきます。ちなみにこれ弓矢、こんな感じで、弓矢を装備すると狙う、こんな感じのエイムマークが出ますので、これの、このですね、ヘッドショット、これヘッドショットなんですけども、ヘッドショットの、こんな感じ。ヘッドショットをするための時間が短縮できてですね、非常にいいと思いますし、敵に気づかれない。近寄らなくてもいいですので、気づかれずに、あれ、さっき、もう、気づかれずに、よいしょ。敵を狙い撃つということができるので、非常に便利です。で、基本的に壊れてない限りはですね、この今、現状でしたら、敵が死んでるところに、弓矢が落ちてます。うわ、しまった。まあね、もう明るいんで、もうこれじゃなくてもいいんですけどね。フリント石はですね、結構火をよくつけたりするので、持って帰っておいた方が無難です。見つけるたびにできるだけ持って帰りましょう。よし。よし、OK。で、ボートがあって、なんかあんな、木の棒がある。ここですね、ここにもフリント石があります。よいしょ。こんなとこかな。はい。では、おじいさんのところへ戻って、一旦離して、セーブして終わりたいと思います。ちょっと、焚き火を変えっと。よくやった。正直生きて戻ってくるとは思ってなかった。予想を裏切ってくれて嬉しいよ。これだけガソリンがあれば脱出するのに十分だ。ん？くそ、あれは、他にも生きてる奴がいるのかもしれない。確認してくれ。俺は水上飛行機のところに行くボートを準備しておく。心配すんな。あんたが戻る前に終わらせとくさ。ということで、ミッション達成、レベルアップ。で、次の目的が、ないと。ここですね、上。右上というか、真ん中の上。ビックリマークついてくに行くのが次の目的になっています。では、今回は一旦ここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。